雨は札幌競馬場です。第3レース芝 2000m 3歳未勝利戦です。ラストチャンスにかける16頭立ての一戦です。札幌競馬第3競走3歳未勝利戦芝コース 2000m 16頭によって行われます。昨日の雨の影響で札幌競馬場朝から芝ダートともにやや重でレースが行われています。さあ16頭最後にリュメイカズマ収まります。スタートしました。応募揃いました。まず一直線スタンド前から1コーナーへ向かいます。13番愛を呼ぶテーラー抜けました。先手を取ります。2番手は2番のルージュメイベル、さらには12番ドラゴンヘッド、今2番手に上がります。4番手10番スマートビーブルです。あとは6番のコスモオピニオンがいて1番アンジェリカルです。外は15番のベンハー、中段グループ7番ファンネルマーク追走していきます。そして中段の後ろ内をついているのが3番ベルミセル。各馬1コーナーをカーブしていきます。先頭は13番愛を呼ぶテーラー、残り1400を通過、2コーナーをカーブ。1馬身差2番手12番ドラゴンヘッド、あとは2番ルージュメイベル、3番手2コーナーをカーブして向こう上面へ。4番手が10番のスマートビーブルです。その後は前から5投目、外15番ベンハー、内は1番のアンジェリカルが追走、間には6番コスモオピニオンです。3コーナーへ向かいます。あとは中段8番イゾレエオリア追走、残り 1000m を通過、内は5番のウマピョイ、その後は2馬身差7番のファンデルマーク、さらには外に3番のベルミセル、中段グループです。3コーナーへ向かいます。あと後方にかけて9番モズマーカッシン、800を通過、内は4番のリアルデグニティ、これから3コーナー。あとは3馬身差16番デュメイカズマが行って11番のブルーハートリリー、最後方は遅れて14番パラダイスシティ、前は3、4コーナー中間です。先頭変わって今度は12番ドラゴンヘッド、ドラゴンヘッド先頭、4コーナーへ向かいます。2番手は2番のルージュメイベル、残り400m を通過、外を回って差を詰める 10番のスマートビーブル、第4コーナーをカーブ、1番外は8番イゾレエオリア、4コーナーをカーブして今直線コースに向かいます。12番のドラゴンヘッド、内から頑張っている13番愛を呼ぶテーラー、また盛り返して先頭に変わるか、残り200を通過した、あと追い込んでくる5番のウマピョイが今3番手。さあ先頭は13番愛を呼ぶテーラーか、外12番ドラゴンヘッドか、愛を呼ぶテーラーか、ドラゴンヘッドが並んでゴールイン。3番手ウマピョイ、先手を取った愛を呼ぶテーラー、一旦は3コーナー過ぎドラゴンヘッドにかわされましたが、内からまた盛り返してこの2頭が並んで入って、5番ウマピョイは3番手、内13番愛を呼ぶテーラーか、外の12番のドラゴンヘッドか。勝ち時計は2分2秒9、上がりオンハロン49秒3、サンハロン37秒0です。内の13番愛を呼ぶテーラー、外12番ドラゴンヘッド並んで入っています。5番のウマピョイは3番手、ゴールの瞬間やや12番ドラゴンヘッドが先に出てゴールに入って多様に見えます。うち このところは、2600m 戦を、ね、4戦続けて使っていたドラゴンヘッドですが、最後競り合いをどうやら制したように見えました。横山武史騎手は、ね、3年連続の札幌リーディング、リードを取っていますが、また今日も一勝ということになるでしょうか。最終オッズは12番13番5番でお伝えしています。3番人気、11番人気、1番人気の順です。単勝12番 6.3 倍、枠連67 25.2 倍、馬連12番13番 78.9 倍、馬単12番13番 125.3 倍、3連複
5番、12番、13番、127.6 倍、3連単、12番、13番、5番、819.2 倍です。はい、12番、13番、5番で上がっております。札幌3レース確定までお待ちいただきます。